こんにちは、政治 VTuber 永田まつりです。もはやデフレとなり経済危機となっている韓国ですが、ここに来てウォン安も加速しているようです。今回は韓国メディアのニュースと韓国国民の反応を見ていきますね。皆様、いつもコメントありがとうございます。それでは最後までご覧ください。それではニュースの詳細です。ウォンドル相場が再び1190ウォン台に急落した。ドナルド・トランプ米大統領の発言で米中貿易交渉の期待感が低下している上、韓半島地政学的リスクまで浮上したためだ。4日午前9時22分現在、ソウル外国為替市場でよると、ウォンドル相場は前日より 4.6 ウォン急落した1191.8ウォンで取引されている。10月10日1190ウォンを上回ってから50日後のことだ。ウォンドルレートは最近、激しいジェットコースターの流れを見せている。10月2日までも1206ウォンに止まっていたウォンは、1ヶ月後の11月4日1150ウォン台に侵入した。わずか半月後の11月20日1170ウォン台に侵入したウォンは同日1190ウォン台で再度侵入した。急激なウォン安は、背景はトランプ氏の発言にある。彼の言葉の一言に米中貿易交渉の期待が薄らいだ。トランプ大統領は3日現地時間ロンドンで開かれた北大西洋条約機構NATO 首脳会議の出席を控えて、米中貿易交渉の合意にデッドラインはないとした。中国との合意を米国大統領選挙である来年11月以降まで待つのがいいとの脅しをかけた。トランプは前日にもブラジルとアルゼンチン産の鉄鋼とアルミニウムにそれぞれ 25% と 10% の効率関税を付加するとし、貿易戦争を複雑に率いていっている。トランプ大統領は米中合意関連の発言を行った席で、金正恩北朝鮮国務委員と良好な関係を持っていると強調しながらも、もしバラク・オバマ米大統領がホワイトハウスにいたなら、北朝鮮と米国が戦争をしたかもしれないと述べた。そして自分も、もし武力を使わなければならないなら使用することもできると明らかにした。サムスン先物研究所のチョン・スンチ研究員は、米中貿易交渉をめぐり緊張感が広がっている状況で、トランプ大統領の北朝鮮に対する武力使用の可能性を示唆するなど、ウォンに対して否定的な問題が発生したとし、株式市場で外国人の売りが続いているが、これも逆送金の懸念を生んで為替相場に負担だと述べた。ただ年末を控え、為替当局が為替市場に介入する可能性が高い。急激なウォン安を望んでいないためだ。ウォンドルレートの上段が制限される可能性があるという意味だ。それでは韓国国民の反応です。国内ドルが足りないから下がるんだよ。しかも海外移民史上最大、移民するとき国内財産全部ドルに変えていくだろう。それで韓国にドルがない。ウォン安はトランプのせいだけではない。韓国の経済指標を見ろ。諦めなければならないありさまだ。しかもデフレに入ったので、株式は4週連続で外国資本が毎日流出している。どうでしたか？なぜか全てトランプのせいにしていますね。そちらのトップのせいなのに、情報操作なのでしょうか？本日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひコメントください。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回お会いいたしましょう。